その年の夏は地球全体がおかしかった。東南アジアでは雨が降らず水田が枯れ、中東では大雨による洪水が発生、アメリカでは記録的な冷夏となった。サマーキャンプにいた7人は何も知らずに、それは誰も知らない世界での冒険の始まりになること。大地、ソラ、どうしたんだよ。そんなところで寝てないで、テント張るの手伝ってよね。しょうがないな。冷た。どうした？空から何か降ってきたの。もしかしてこれ雪？バカだな、真夏に雪なんて。あ、冷た。ほら、間違いないわ。本当だ、どんどん降ってくる。太一さん、こうしろ。真夏に吹雪なんて一体ど例の異常気象のせいかもしれませんね。それより今はこの吹雪をやり過ごさないと。そうだわ、どうかしたか。ここに来る途中に祠があったの。あそこなら雪をしのげるわ。それだ、こうしろ、一緒に来てくれ。はい。すごい雪だったけど、やっと止んだみたいだな。見て、どこもかしこも真っ白だ。夏だったのに雪、これも異常気象のせいなのか。ここ私たちがいたキャンプ場？別の場所みたい。ミミちゃん、走ると危ないわよ。ハッション。天気予報で雪だなんて言ってたかな。この場所をあまり離れないようにみんなに声をかけた方が良さそうですね。大地、早く大人がいるところに戻ろう。ここにいるとみんな心配するから。吹雪が止んだら繋がると思ったんですが。まったくタケルのやつ、目を離すとすぐどこかに行っちまうんだ。初めて見たぜ。そんな変ですよ、日本でオーロラなんてありえません。おい、あれ、何か光った。みんな怪我はないか。何なんだ。隕石ですか。何これ。携帯でもないですし。俺を待ってた？
うことなんだ。大地、俺の名前どうして？大地さん。おう、こうしろ。よかった。僕、一人ぼっちになったかと思って。俺もさ、お前が無事ってことは、きっとみんなも大丈夫だよな。うちがついてるやないですか。うわ、小四郎、そいつは？うち、もちも言います。よろしゅう。ここで気がついてからずっとついてくるんですよ。何がなんだか。ここ？ここって？ファイル塔ですわ。ファイル塔？そう、ファイル塔。彼らはそう言ってますけど。よし、あの木に登れば何か見えるかもな。大地、頑張って。もう少しだからな。あと少し登ればいいよっと。何か見えますか？あっちに海だぞ。こんな山に見覚えないな。ねえ、大地、僕も登っていい？え？あ、あれは？でっかいクワガタ？いたたた。上から落としやがって。なんだよこいつ。あかん、クワガーモンや。えらい凶悪なデジモンや。大地さん、こっちに来ます。おい、お前何するんだ。あわ大地、今のうちに。ああ、逃げるぞ、小四郎。はい。小四郎、こっちだ。はい。くそ、きっとまた追ってくるぞ。どこかに隠れない。こっち、こっちや。やつに気づかれないでしょうか。大丈夫さ。もう行ったみたいよ。は、誰か、ソーラ、無事だったのか。そっちこそ、危なかったね。ヤマト、お前も。ハイチ、みんなもいたのか。うわー、みんな。ジョー、よくわからないけど、みんな、どうやら無事みたいだな。この子は…待ってよ、トコモン。こっちだよ、タケル。ヤマト、お前の持ってるそれ。ああ、こいつか。僕、ツモモンです。なんで顔が赤くなってるんだ。どうやら恥ずかしがり屋らしい。みんな性格はバラバラってことか。なあ、ソラ、こいつ植物みたいだな。ヨコモンって言うのよ。私、ヨコモン。ソラ、ヨコモンって女の子なのか。そもそも性別ってあるのかしら。そのうち分かってくるのかな。
太一、変な奴が追いかけてくる。変な奴じゃないよ、不可問だよ。なんだこいつ。こいつじゃなくて不可問だっての。ジョー、ずいぶん仲良くなったじゃないか。ずっと追い回されて、もうヘトヘトだよ。生物がこんなにいるなんて、ここは一体。さっきからずっと考え込んでますね。や、話したいこといっぱいやのに。夢中になったら止まらないからな。結局お前たちって一体何なんだ。僕たちデジタルモンスター。デジタルモンスター。自己紹介するか。俺、八神太一、お台場小学校の5年生だ。同じ5年生の竹之内空よ。同じく5年の石田大和だ。木戸城、6年だ。4年の泉幸四郎です。それから。僕、高石たける、小学校2年生だよ。って名前なのか。じゃあ俺たちともよろしくな。うん、よろしくね。これで全員だっけ。ちょっと待って、4年生のミミさんがいません。これはミミさんの声じゃ。あっちだ。見ててよ。
許さないんだから。覚悟しなはれや。今度はこっちの番だ。オイラだって私たちの力、みんな行くぞ。最初から使わなかったんだよ。違うよ、あれは僕たちだけじゃ無理なんだ。ん？お前たち。クワガーモン。危ない！そう、その時子供たちは何も知らずにいた。それがとても長くて、とても短い夏休みの始まりだということを。